ハインリヒ・ホフマンは、ドイツの写真家。アドルフ・ヒトラー専属の写真家として知られる。ドイツ帝国領法バイエルン王国フュールトに生まれる。父は成功した、写真家、ローベルト・ホフマン。母はその妻マリアで、旧姓は、カルグル。父の写真店で働き、父から写真を学んだ。ほのかに褐色に光る、同伴画に似た彼の写真は、 前衛的な芸術家グループから高く評価された。1911年には、名のある写真家となっており、当時バイエルン王家やロシア皇帝ニコライ2世、マルセル・デューシャンなどが彼の顧客となっていた。彼の写真モデルだったテレーゼ・バウマンと結婚し、彼女との間に、長女・ヘンリエッテと、長男・ハインリヒを設けた。1915年には、ミュンヘンのマックス・フォア・シュタット地区。 シェリング通りに写真アトリエを構えた。第一次世界大戦ではバイエルン軍の従軍カメラマンを務めた。国粹主義者で反ユダヤ主義者であったホフマンは戦後すぐに右翼団体に所属するようになった。1919年にアドルフ・ヒトラーと出会い交友関係を結んだ。以降ヒトラーはホフマンの家に足しげく通うようになった。ヒトラーは ホフマンの家の芸術的な雰囲気を気に入っており、第二の我が家と呼んでいた。なお、後に、ヒトラーの夫人となるエイファ・ブラウンは、ホフマンの写真スタジオで働いていた1929年頃に、ヒトラーと出会い、それから交際を始めた。1920年4月に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、1923年から、 ヒトラーの写真を撮ることを許可された。以降、ヒトラーの行く場所どこにでも同行して、彼の写真を撮った。ホフマンが残した、写真数は250万枚にも及ぶという。1932年3月31日には、長女ヘンリエッテが、ナチ党全国青少年指導者、バルドゥル・フォン・シーラッハと結婚した。ナチ党の政権掌握後の1933年には、 最初のヒトラー写真集、誰も知らないヒトラー、ヒトラー。ーインカイナーカントを出版し、ベストセラーになった。その後も、ヒトラーの写真集を続々と出版し、ホフマンは、莫大な富を築いた。1940年1月には、国会議員となった。ナチ党政権崩壊後の1947年、ナチ党政権の不当利得者として、 西ドイツの裁判にかけられ、財産のほとんどを没収された。また10年の実刑判決を受け投獄された。あとに3年に減刑されたが、1950年に5年に増やされた。1957年12月16日、西ドイツバイエルン州ミュンヘンで死去した。カメラとしては、ライカを愛用していた。ありがとうございます。